痩せたいのを山々だけど、気になるのはお腹。体重とかいいからお腹引っ込めたい。そういった方におすすめなメニューを、今回は腹筋上部、中部、下部、腹斜筋、腹横筋、そこに加えて全身を使って伸ばすことができるライオンプッシュを最後に紹介しています。お腹をしっかり使うことで翌日お腹が引き締まります。全部20秒になってるんで、ちゃんとできなくても見真似でもいいです。やることによって一歩前進できますんで、一緒に頑張ってみましょう。今回の腹筋メニューは足を少し開いた状態で行っていきます。なぜかというと、普通の腹筋っていうのは腰の隙間が埋まった状態から体を動かさないとお腹の力が入りません。隙間がある状態から体を起こしても、お腹に力が入る前に隙間が埋まるだけで終わってしまって、首が疲れてしまいます。今回は足を少しバカッと開いた状態で股関節が開きますので、腰が床についた状態を作ることができます。この状態から今回はね行います。まず腹筋上部、膝90度から足を開きます。腰床つけて体を起こしたら戻します。いきましょう。あと1回ずつ息を吐きます。マイペースでいいです。はい、OK。 次はチューブです。足をもう少し前に出します。膝開きます。体を持ち上げたら戻します。いきましょう。スタート。足を今度前に出してるんで、上部よりもチューブに効きやすいです。イメージは前に置くよりも斜め上です。はい、 OK。 次は寝たままで足開いてゆっくり上下に動かしましょう。できれば腰が浮かないように頑張ってみて、もし浮いちゃう人はね、下げすぎないように少し高い位置から帰りましょう。はい、OK。 はい、足つきましょう。ちょっと膝を開きます。体を起こしてかかとをタッチしたらスマホを持ち替えて反対のタッチ。いきましょう。スタート。ゆっくりの動きでいいです。息吐きながら体を横に動かします。腹斜筋使っていきましょう。ゆっくりの方がちゃんと使えます。オッケー。最後は今度は腹横筋です。足を前に出して持ち上げます。体を起こして手は顔の位置キープです。いきましょう。スタート。息を長く吐きましょう。これはきつい。息が止まらないように。いやー、効いた。ラスト、ライオンプッシュです。これがとってもおすすめなメニューです。プッシュアップの体勢を作ります。手足肩幅、このまま体を前に持っていったら反らせます。またお尻を上げます。戻ります。難しかったら真似でいいです。あと、動作としては4、3、4っていう感じです。ちょっと辛いけど頑張って。 OK。 今のがちょっと難しかったよっていう人のために、ちょっと軽いバージョンをやっていきます。今度はうつ伏せから肘を伸ばし、体を後ろに下げて戻してゆっくり降りる。いきましょう。スタート。真似でいいです。こっから体を戻してゆっくり降りるのがポイント。はい、 OK。
最後おまけとして20秒足開いた状態で体を横に動かすだけ。これでももお尻腹斜筋が使えているので体幹部が安定して代謝が上がります。いきましょう、スタート。股関節からなんか動かしているイメージです。しっかり胸張って、腰のストレッチにもなるんで腰痛解消にもいいです。ちょっと座っても辛いけど OK。 痩せたいけど体重落としたいけど気になるのは腹部だよっていう人はこの動画を毎日もしくは2日に1回見ながらやってみてください。やってみた方はコメントください。